こやつはなんだ、これはなんだね、お、お、あれ、あれ、カメラ回ってるじゃないですか。いきなりカメラ回すんすね。こっちとしても心の準備とかあるんで先に行ってもらいたいっすよね。え、ずっと回せる気なんすか。何喋ればいいんすか。じゃあ今日の、あ、ちょっともう俺帰るっす。丸道さん、まだ仕事終わってないですよ。っていうかまだ仕事始まってますよ。丸道さん。丸道さんはご機嫌を損ねたようです。丸さん、今日一日俺が休みだと丸はお疲れのご様子ですな。やっぱりちょっとオイラは仕事に行って丸に休憩の時間を与えないと丸は夜まで持ちません。もうオフに入って寝たいって言ってます。やっと起きたか、まる。仕事する気になってくれたのかね。よっしゃーしゃーし。よし、今日はどうやって仕事かな。寝ててごめんねってか。いいよ。眠たかったんだね。いいよ。思うこのことなんだけど、この犬のさ口元ペロペロはさ、嫌だ、嫌なら嫌っていう感じでこうきっちり拒否しましょうってあるんだけど、あのなんか犬の飼い方的なところにね。だけど正直この犬のペロペロを拒否してる人は俺ね、その犬を飼う喜びの8割方あの損してるんじゃないのかなって思うぐらいに、とてもね俺は犬のペロペロが好きです。丸の舌がねすごく器用でね、鼻の穴にねグイグイ入ってくる感がねすごく伝わってきます。なんかメンタリスト大吾曰く、まあなんだ、一般的ななんかこの犬の飼い方サイトではその犬の菌がね入ってきちゃうとあのよろしくないんじゃないかみたいな話してたんだけど、あんまり顔だけ出させて、皆さん見たいので、あなたを見たいので、そう、一般的な犬の飼い方サイトではさ、一般的な犬の飼い方サイトではこの犬のね菌がねなかなかよろしくないんじゃないのっていう話だったんだけど、メンタリスト大吾曰くこの犬猫を飼ってる人ってね、この犬猫からこの、まあもちろんこの口元ペロペロされると、もちろん体に菌が人間にも入ってくるらしいんだけど、この菌がね、なんかかなりあの、幸せホルモンを出す、なんか腸内でいい働きをする菌が結構入ってくるよ、みたいな話をね、してたのをね、どっかの動画で見ました。ぜひ犬を飼う方は犬のペロペロをね拒否せず受け入れてあげるとね、多分犬的にもねなんか犬的にも拒否されたって悲しいってならずに楽しく暮らせるんじゃないのかなって思う今日この頃でございます。よし、丸、ちょっと丸の顔が暗くて見えないんだけど、
まあ今日もいい仕事したぞ丸。よしよし。では皆さん今日は短めでさようなら。